かつ福寺は、福島県北方市にある新言集豊山派の寺院。3号は、松島山、本尊は十一面観音。合図33観音第六番札書、小観音として知られるが、新編合図風土記には、合図33観音巡礼の位置なりという記述は、なく、近世以降に、札書として認められたと推測される。創建年代は、 平安時代と伝えるが、詳細は不明である。伝承によれば、中条聖保の娘、勝の前が京都から松島へ行く途中、この地で病死した。後に中条がその足跡を訪ねてこの地を訪れ、死を聞いて悲しみ多くの同社と観音堂を混流した。勝の前が所持していた観音の肖像を新たに作った像の眉間にはめ、観音堂に三体の像を安置した。 京六二年に火災に遭い、永六元年に、領主、阿名森沖が再建を開始し、元六元年に完成したのが、玄関論堂となる。その後再び大敗し、漢文五年に再興した。三号は、松島山、次号を、別当昇福寺と言い,い、新言州、藍津若松市内のいよいよ未六寺の末寺となる。かつてこの寺に属する同社は多かったが、ことごとく大破し、 新平合図風土期編纂時期、今日は三年から文化六年には、観音堂と、二王門、胸形神社しか残っていなかった。勝ちの前の逸話にちなみ、地名を勝村と改め、その効果勝村に対して、上の字を加え上勝村となった。昭福寺主郎昭福寺二王門松島山、昭福寺管理胸形神社ビテルトも山の氷はよも、溶け地里に、しぐれのあらん限りは、 公共交通機関北方駅、または、藍津若松駅を起点とした、藍津バスを利用すると良い車での参拝小福寺、二王門西側に2から3台の車が、停車可能な駐車場あり、北方駅方面から県道337号線を、熊倉方面に向かって進む。北方市立関志和小学校を目標にし、途中左手に、かつ福寺が見える。 付近の合図33関門札所ありがとうございます。